江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらまたグロッシー IAEA 事務局長の話題なんですけども、 IAEA 事務局長、お前ら福島より北角の方がやばいんでない？正論に警告ぐぬぬという話題でございます。それではですね、行ってみたいと思います。くーちゃん、お願いします。IAEA のラファエル・グロッシ事務総長が7日に訪韓し、9日まで国内で日程を消化する予定だが、渓谷の地を踏むやいなや市民の激しい抵抗に直面して空港をまともに抜け出せないなど、彼のマスコミとのインタビュー発言が興奮をさらに刺激している。今月4日から7日までの来日日程を終えた後、7日夜、金浦空港国際線ターミナルに到着したグロッシ総長一行は、1階の貴賓用出口前で市民のデモに阻まれ、飛行機到着後2時間ほどが過ぎた8日午前0時50分頃になって、ようやくデモ隊と取材陣の目立たない貨物庁舎通路で空港を抜け出さなければならなかった。このように、グロッシー総長一行の訪韓に対する激しい抵抗と非難にもかかわらず、グロッシー総長は翌日、一部保守メディアとのインタビューで、私も福島汚染水を飲むことができる。その中で泳ぐこともできると述べ、さらに興奮を刺激した。グロッシ総長は8日朝鮮日報とのインタビューで、福島の汚染水を飲んで安定性を証明するという政治家がいるが、その程度は安全なのかという質問に当然だと答えた後、福島より北朝鮮核問題をもっと心配しなければならないと述べた。彼は多くの渓谷人が北朝鮮の核問題を福島汚染水ほど心配していないようだという質問に、渓谷は北朝鮮の核開発と関連して最前線にいる国だ、日本東部にある福島原発とは正反対の状況だとし、このように述べた。グロッシ事務総長は渓谷を訪問した理由については実態的真実を伝えるためだと述べ、真実は野党と与党、渓谷と日本、新国の関係なく全て同じだという事実を知らせたいと説明した。また、水、汚染水が安全に処理され放流されれば、福島産水産物も汚染されないだろうとも述べ、IAEA の報告書が日本に偏っているという指摘には、むしろ良い先例になったと反論しました。IAEA がしたことは日本のためではないとして、日本は自分たちの処理手続きが国際安全規範に合うかを調べてほしいと要請したことだとし、それとともに報告書に参加した専門家の間で意見がなかったとも語った。グロッシ総長はこの日のインタビューを終え、渓谷は IAEA の非常に重要な加盟国であり、渓谷メディアにも常に対話の扉が開かれているとし、いつでも IAEA 本部が位置するオーストリア・ウィーンを訪問してほしいと要請した。しかし、渓谷国民の福島汚染水放流に対する反感が拡散する雰囲気とは全く違う情緒を表した発言であり、非難をさらに高めている様子だ。情緒とか関係ねえんだ、事実なんだ、事実。はい、ということでね、それではですね、こちらに対して渓谷の反応行ってみたいと思います。ということでね、渓谷ではね、この泳げるっていうところがね、クローズアップしてましたよ。タイトルによくなってました。やっぱそこがキャッチーだったみたい。泳げんのみたいな。じゃあ泳いでみろよみたいな。あ、まあコリもありますけど。じゃあ行きましょう。水泳もできるし、飲めるんなら、何のために数十億円かけて捨てるの？プールの水として使うのが正しいんじゃない？ 113-23。本人が属している団体の公式的な意見だけを話せばよかったのに、北朝鮮の核問題を取り上げながら、政治的な話題に方向転換するのが良さそうには見えませんね。日本と IAEA の判断が正しいことだけを切に望みます。37-14。各関連の専門家ではなく、外交官出身の外交的コメント。水泳をするって？政権が変われば IAEA を無視しない？北朝鮮の核問題に関心を持てって、外交的言語の共演だ。何？そもそも、福島原発の安全を保障し、監視したのが IAEA だが、事故が起きたことを忘れてはならない。彼らは、何の責任も負わなかったじゃないか。7-0。狂った人間が多いね。北朝鮮の核問題にもっと気をつけろって。汚染水と北朝鮮の核問題は、何の関係があるんだ。6-0。福島より北の方が大事じゃないのって心配してあげてるんじゃん。何言ってんの。はい、じゃあですね、こちらチャットの反応いきましょう。お前目の前の問題無視してさ、福
島の話してる。あー、そりゃ地下核実験の方がヤバいに決まってる。わら、 IAEA 脱会したら核兵器作りそう。北核は事実上売りのものにだよ。福島よりも北よりも渓谷がヤバいのよ。わら、グロッシ、処理水、飲んじゃうぜ、泳いじゃうぜ。言葉が通じない相手って面倒くさいでしょ。警告人を理解させるには、C 国人に習い叩くんですよ。グーの音も出ないくらいに。飲むって、海水飲んだら死ぬよ。夜中の24時にでもしてたとしたら、昨日の共に民主党議員のデモが茶番にしか見えないな。それじゃ、福島と平等に月城も調査するって言い出しかねないぞ。わら。聞いたか？山口さん、泳げるってよ。科学者の言ったことを繰り返されてやんの。グロッシュさん、ケイクにじゃ事実を言うと、事実陳列罪で罰せられますよ。あるおじいさんも殴られて、お亡くなりになりましたので。グロッシー、でも、水槽の水は飲まねえから。出ました、対話の扉が開かれているにだと言いながら、実態は何もないいつものたわごと。来てほしいなんて言うと、本当に退去して嫌がらせしに来るから、社交辞令は言わない方がいいですよ。グロッシーさんが、事実陳列罪で逮捕されたら面白いのに、わら。皮肉や遠回しな物言いが通じないから、ストレートに物を言っても通じないという、それが警告人が警告人たるゆえん。データと感情は関係ない。政治的な話題への方向転換大好きなタミチョクがなんか言うてますわ。わら、ね、こういうの得意じゃんね。お家芸じゃん。話題そらしはお家芸だよ。ゴールポストずらしたりね。いや、未開人っぷりを示してますな。とりあえず自分たちで使えと言うなら、その費用全部出してからにしろや。ネロナム自分たちがやるのはいいけど、なんか他人にゴールポストずらされるとバビロンだな。何の被害も受けなかった国に対して何の保証をしろって。遠く離れた地の問題とすぐ隣の国の問題とって話やろ。お前らが放射能言うからだろ。だから汚がって言われるんだよ。他国のこと心配してる場合ですかって通うてんだよ。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。